たちが使っているそれぞれ棒なんですけれども、この棒すごく非常にいい、道具だと思いませんか。長さといい、太さといい、ちょうどいいですよね。特にチコが使っているやつはなんかこうよくしなって、一気に餌がですね、ドバドバドバッとかき出す、なんかこう優れものな、感じですけれども、このチコが使っている棒も、それから吹雪が手に持っている棒も、これそれぞれ自分で作った棒なんです。私たちが作って、チコや、吹雪にこう、はい、これ使ってねって渡しているわけではなくてですね、それぞれがこの広い運動場の中で材料を探して、そして自分でですね、使いやすいように、加工をしたものになります。はい。なのでこの UFO キャッチャーというのはですね、まあ、チンパンジーが、自分の、好きなように道具を材料を探してきて道具を作ってですね、その道具を使って餌を取り出す様子というのをですね、観察できるように、なっております。はい、ではですね、続きまして自動販売機の方に話を、移していきたいと思います。自動販売機はですね、UFO キャッチャーの反対側ですね、ガラス面向かって左側、チンパンジーがいる方の壁のところにですね、自動販売機が設置してあります。こちらの自動販売機はですね、私たちが普段の生活で、飲み物を買ったりとかするですね、その自動販売機とですね、同じものになります。お金を入れて、ボタンが光りますので、その光ったボタンをですね、ポチッと押すと、ジュースが出てくると、そういうものになります。で、今ですね、自動販売機の電源がまだ入っておりません。ですからこれからですね、自動販売機の電源を入れていきたいと思います。で、続いてですね、自動販売機の電源が入ったところで、今度はチンパンジーたちに、お買い物できるようにお金を